はい、農園ガレージの寮です。燃料添加剤 FCR062EK スポーツ編の3回目です。メーカーの使用方法を守った入れ方で検証しています。今回は添加剤を入れて3回目のシリンダー内部の映像です。満タンから走った距離は約380キロです。 はいでは早速エンジン内部シリンダー内部を見ていきますはい、えー、では早速エンジン内部シリンダー内部を見ていきますはいまず一番シリンダーから見ていきますはい一番シリンダーはこんな感じですどうでしょうか 前回の2回目よりもきれいになっているのではないでしょうかはい側面カメラも見てみますはい側面カメラはこんな感じです、うん、明らかに、うん、前回の2回目よりもきれいになっているような感じはしますはい続いて 2番シリンダーを見てみますはいっ2番シリンダーこんな感じです2番シリンダーは,ダーは、えー、最初1回目の時は全然綺麗になってなくて、あのー、全然効果が現れてなかったんですけど、えー、2回目あのー。 インジェクターが詰まっててそれがきれいになって効果が現れたんじゃないのかということを喋ったんですけど今回3回目もだいぶカーボンが剥がれてきれいになってきているのがわかりますはい側面カメラも見てみますはい、うん 面カメラだいぶだいぶカーボンが剥がれ落ちて綺麗になってるような感じに見えます <laughs> やっぱりインジェクターも綺麗になって噴射パターンが良くなってきたんでしょうかはい続いて3番シリンダーを見ていきます 3番シリンダーはこんな感じです。3番シリンダーもうそれほどきれいにはなってなかったんですけど2回目、3回目となっていくとだんだんとカーボンがきれいになっていく様子がわかります。はい、側面カメラを切り替えてみます。 側面カメラだとだいぶこちらも綺麗になっていますね。前回の2回目で結構3番シリンダーはあーカーボンが溜まっているなあっていう感じで映っていたんですけど今回、えー、だいぶ剥がれ落ちて。 綺麗ににななってるような感じに見えます、ね、このカーボンがカーボンが溜まってるとこときれいに剥がれ落ちたこの境目がはっきりしてて、えー、面白いですねうん結構効果が出てきてると思いますはい、はい、3回目のエンジン内部シリンダー内部の映像はこんな感じでした はい、メーカーの使用方法を守った3回目はこんな感じでした、えー、続けて入れれば徐々にきれいになって効果が現れますね、えー、使い始めのやり方で3回連続で通常の添加量を添加して集中的に洗浄したので、えー、次回からは給油のたびに毎回使用する場合の使用方法で入れていきます 通常の添加量の7割で継続的に入れていきたいと思います。はい、今回の動画は以上です。燃料添加剤の効果を検証。EK スポーツ編の3回目でした。最後までご視聴ありがとうございました。